エルベール2世は、ベルマンドア博、モー博及び、ソワソン博。シャンパーニュ地方を実際に支配した最初の領主である。エルベール2世は、ベルマンドア博エルベール1世の息子で、カール大帝の子孫であった。907年に、父の領地とソワソンの三目田修道院を継承した。エルベールは、在族修道院長の地位につき、各修道院からの収入を得ていた。 また、西フランク王ロベール一世の娘との結婚により、猛白料を手に入れた。922年、スールフがランス大司教になった時、エルベール二世をなだめるために、スールフは、自らの後継者は、エルベールが選べるようにすると約束した。923年、エルベールは、西フランク王シャルル三世を捉えるという大胆な行動に出たが、シャルル三世は、 補修のみのまま929年に死去した。925年に、スールフが死去し、西フランク王、ラウールの支援の下当時5歳であった自らの次男遊具を、ランス大司教の座につけた。さらにエルベールは、教皇ヨーハネス10世の承認を得るため死者を送り、教皇は926年に承認を与えた。この選出に伴い、幼年の遊具は勉学のためオセールに送られた。 926年、乱白ロジェ一世が死去し、エルベールは自らの長男ウードのために乱白領を要求した。ラウール王が抵抗する中、エルベールは乱を手に入れ、その結果927年に両者の間で衝突が起こった。エルベールは捕らえている前王シャルル三世を解放すると脅し、4年間乱を支配し続けた。しかし929年のシャルル三世の死後、 1931年にラウールをランを攻撃し、エルベールに勝利した。同年、ラウールはランスに入り、エルベールの息子の大司教遊具を倒し、アルトーが新たにランス大司教となった。エルベールは3年の間に、ビトリ、ラン、シャトーイコールティエリ及び、ソーアソーンを失った。エルベールと同盟を結んでいたドイツ王ハインリヒ一世の介入により、 エルベールはラウールに降伏することでランを呼び、ランスを除く領地を回復することができた。後にエルベールは、西フランクをルイ4世に対抗するため、遊具大公やノルマンディー公ギオーム一世と同盟を結んだ。ルイ4世は941年にランを、ロジェ1世の息子ロジェ2世に与えた。エルベールと遊具大公は、ランスへ向かい、アルトを捕らえ、エルベールの息子遊具は再び、 ランス大司教となった。942年に、ドイツ王夫一世がビゼで介入し、この事態は正常化した。エルベールは943年2月23日に、ベルマンドは白領の首都山イコール簡単で死去した。その広大な領土は息子たちの間で、分割相続された。ベルマンドはとアミアンは年長の二人の息子ウードと、アルベール一世が継承し、 ロベールとエルベール3世は、シャンパーニュ地方に散在する領地を継承した。ロベール、さらに、エルベール3世の死により、ロベールの息子エルベール4世が、最終的に、シャンパーニュの全領土を継承した。エルベール4世の唯一の息子エティエンヌが1019年、または1020年に男子なく死去し、エルベール2世の男系は断絶した。907年以前に、 西フランク王ロベール一世の娘アデールと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。